まあ、2年目で落ちるわけにはいかない。浮き球のパス、山岸さあ、シューバからのボール、パトリック。今ここで事実に落ちてしまってはいけないチームだと思う。山内選手が、そうですね、リーグ用のユニフォーム着てますね。さあここは湯沢からの速いタイミングでクロス、ファンマー来たJ リーグの歴史の中でもあるんですかね。あの試合をきっかけにもっと今サッカー選手にできていることに感謝しようっていうの気持ちは増しましたね。